こんにちは、写真家の原田正です。リッチーです。大ちゃんです。はい、今日のメニュー、はい、カニねんけど。カニって言うてますね、なんか取ってきたで。先に多分僕と大ちゃんが想像してるカニとは、うん、取ってきたって言うてるし。ただ大ちゃんカニが嫌いなの、うん、僕はもう大嫌いですね。大嫌い、はい、そこまで聞いて嫌いなんやろって。いや、大嫌いです。大嫌いな、はい、リッチーは、はい、僕は好きですよ。好きなの？エビは、エビが分かんの？エビはアレルギーやけど、まあ、エビも嫌いやけど、はあ、でもカニは好きです。それ、そんなことあんの？甲殻類アレルギーだね、うん、あ、でも、あの生のカニやったらちょっと痒くなります。あ、痒くなる、うん、でも味は好きですよ、うん、味は好き、うん、はいはい、はあ、っていうことで、うん、今日は、薪ストーブで、うんうん、カニ鍋。はい、カニ鍋。いや、問題はですよ、うん、問題は、うん、そのカニ取ってきたっていう先のワードがちらつく聞こえましたけど、それなんですよ。ちょっと待てよ。もうね、川のみたいだろ、それが。みたいですよ、そんなみたいです。もうそんなんで、そんなん取れへんでしょ。カニやん、普通に。家から取ってきて。あ、家から。ちゃ、あんな、はい、ちゃうね、ちゃうね、これな、はい、ちょっといろんな理由があってな、はい、あの、うち、結婚記念日が、はい、いい夫婦やねん。で、はい、毎年、はい、あのカニをうちは、はあの冷凍やで、もちろん、うんうん、5キロ買うねんか、うんうん、うでな、うん、あのうちお母とか いるやん、はい、お母とかお姉とかに分けて、うんうん、もちろん家で食べて、うんはい、で正月にこうあの嫁さんお姉さん夫婦が来るわけや、うんうん、で、その人、うん、それにもこう5キロあったら足りんねん、はい、おで、そのやっぱ幸せのお裾分けやな。あの寂しい人らやんか、みんな。独身やん。はい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 。お裾分けしたけなあかんかな、思って。あ、なるほど。まあね、よ、いや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 、僕カニ嫌いなし言ってましたよね。言ってたけど、はい、そう違うやん。あ、そうですか。これ、じゃ、はい、これもあかんの。いやいや、もうだってもうそんなん一番あの一番ダメですよ。大ちゃんのためにな、うん、あ、今日朝、あ、カニが嫌い言うから、あの牡蠣買ってきたのかなと思って、はいはい、買いかけたら、あ、牡蠣もあかんかった、うん、そう、牡蠣もダメです。貝がかんもね、はい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 、めんどくさい男やね。ということで、はい、これ俺ちょっとさばくね、俺は、はあ、あの食べやすいように、そこを俺は見したいわけ。バッチリ見てほしいと。あ、それを見したい、見とけよ、自慢や、うん、ああ、もう分かりました、うん、な、俺の流儀、まさかの流儀や。はい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 、カニのさばき方ね。さばき方な。これちょ、俺流だから、はい、合ってるかどうか知らんけど、そうするとみんな喜ぶね、食べやすいよ、ね、今までそうやってやってきたんやってこと。そうそうそう、それをちょっと自慢したい。あ、はいはい、お客さんに振る舞ってたやつを僕らがもらえるということですね。そう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 、うんうんうん、もらいましょうか。はい、いただきましょう。じゃあほんでや、はい、今日は、あ、なんとね、視聴者様から、はい、ありがたいことにお米いただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、はい、これちょっとそのお米を今日も早速、ね、早速ちょっと早速いただきましょうか。失敗できんで、はい。ほんま、ほんま、可能性あるからね、でも、まあ、それはしゃあないよ、それは分からん、一生懸命やったけど、ありますね。はい、で、そうするともう一つ、これも視聴者さんからなんやけど、はい、シーメンズ残暑、へぇ、ちゃんぽんがテニスしてるやん、うん、はい、でこの間な、あの練習をな、うん、この帽子はかぶってへんけど、はい、この服で行ったわけ。なかなか勇気のいる行動してます、ね、あのプライベートなのに、はい、プライベートで、じゃあ歩くとか、はいはい、サリーも一緒に連れて行ったから、はい、汚れたらもうええやん、うんうんうん、行って、はい、そしたら、うん、あのテニスをしてるお父さんが、うん、これを見たんやって、で、家帰って検索したらしいわ。え、で次の時に、はい、めっちゃ面白いですねとか言って喋りかけてきてくれて、はあ、めっちゃいい話。あ、そのワッペンから、うん、ワッペンから調べてて、でな、あの1日か2日しか経ってへんねんけど、はい、めっちゃ詳しいねん。あ、タニシとか、あとえらい遠いやつも言ってたわ。なんか家族でご飯食べながら見ててって。ちょっとめっちゃ恥ずかしいじゃないですか。ほんで、はい、昨日練習があって俺行ってへんかったんけど、ほうほうほう、嫁さんがあのそのお父さんから、うんうん、あのパパに、はい、まさかさんにくれはったよと、やがり飯で使ってくれよと、うん、あ、よ、本当に一気に今日のご飯はほら豪華、お米と、うん、はい、ちりめんざん、ちりめんで、はい、バッチリや、はい、つなぎであるかな、あげませんね、そう考えたら。
や歩きや歩きやじゃあ今日はカニ鍋ということで、カニ鍋、あと焼きガニとね、ストーブでな、はい、焼きながら食べよう、はい、はい、それでは張り切っていきましょう、はい、えいえいゴー。あれや、結婚記念日は何年目ですか。それ分からへんねなんかもう椎茸を収穫します、はい、めちゃめちゃ育ってますね、椎茸。3個ぐらい、3個ぐらいいきますよ。もう小さいの行こうか。行きます。じゃあこれを鍋に使うみたいなので行きましょうか。行きましょう。まだ凍ってっけどな。いけます、凍ってでも。いけるやろ。 まずな、はい、後ろから切った方が切りやすいのが、うん、この関節のところをな、うん、あ、落ちた。こう、うん、これはもう完全に独学というか、いや、なんか食べに行ったりした時に、あ、こんな風に切ってるなと思って見ててんけど、はあ、そんな程度やからよう分からへんや。あー、なるほど。で、このここをまだ半分やな。はい、はあ、まずこんな感じで、こっちをバラしていくんだけど、で、これ同じような形が3つ3つや、これ4つか、はい、4つ4つな、はい、はい、で、この先っちょ、うん、これは、うん、いらんねん、はい、ない、食べられへんのか、うん、で、これがな、結構食べにくいから、うんうんうん、俺はここを、うん、こう半分に筋を入れとくね、うん、こんな感じで、うん、ここですね、うん、で、ここな、はい、いくで、よう見とかな、次自分らでしながらな。ええ、ああ、そういうこと。え、なんでなんでもな、人がやってくれると思わない。なんで待ってたらカニが出てくるんじゃないですか。で、ここな、はい、これは、俺はこう、こうな、うん、今凍ってるしな、はい、あれやな、こう切り込みだけ入れとくね、うん、そしたらできた時にこうパカッと取れるはずやから。で、ここが結構これも食べにくいね、これと同じぐらい、はい、で、ここは内側にこう切り込みを入れときます、はい、内側って白い方ってことですね。白い方、はい、うん、これ一番甘いとここれや、まあ、そうやね、食いやすいとこな、うん、ここ縦に持ってこう、ああ、なんか見たことあるわ。見たことあるわ、これ、うん、そんなうまいこといけますかね。これで一人分やな、大ちゃんいらんやからな、うん、まあそうですね、はい、はい、大ちゃんほんまにいらんの。僕一応そうですね、ちょっとこれ食べたいと思ってました。、はい、嫌いなもん食べてるけど、うん、はいはい。イタコが、はい、完成ですね。完成ね。いや、見た目もだしだ、うんうんうん、あ、カニの風味がちょっと効いてるわ。ほう、うんうんうん、うん、そのまま鍋やしな、そんな、はい、いっぱいもないやろ、これちりめんのも美味しい。おいおいおい、食べて食べて、あ、美味しい、うん、あの、はい、まさか印の、はい、椎茸ね、あ、ほんまや、まさか印の椎茸、そういえば入ってましたね、うん、うん、まあ、美味しいわ。まさか印の椎茸、普通に食材として馴染んでますね、うん、馴染んでる。今回全然、なんか気にならんというか、さばいたから、熱いけど、はい、こヒット、はい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 、行った時にこれ、こ、これほらこれちゃう、はい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 、あ、こういうことね、うん、うん、おいしい、はい、いやもうね、これや、こういうことね、うん、最高、
まあ、これ僕がカニ好きやったらもっと違ったんでしょうけどね。もう最悪やなほんま。カニも美味しい。カニも美味しい。美味しい。食べやすい、うん。結婚記念日やからなこれ。何年目ですか？それ分からへんね。そういうの分からへんやん。はいはいはい。十何年目や。じゃあいただきましょうか。はい、いただきましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ああ、うん、美味しかったな。美味しかったですね。まず、はい、視聴者様からいただいたお米。はい、はい。はい、あの最初、うん、上の方をちょっと食べた時に、うんうん、ちょっと硬かったから、はい、うわーと思ってんけど、はい、上と下でちゃうんだな、うんうん、下の方普通やったわ、うん、美味しかったよ、ね、たけてた、うんうんうん、ただ、はい、種類がな、はい、新潟さんとしんのすけしんのすけどこさんかは謎なんですね。新潟さん、新潟さん、新潟さん、はいはい、うん、違いはやっぱり分からへんわ、うん、俺には点数はそうですね、ちょっとあのなあ、これ難しいなあ、だしがね、ちょっと心配なんですけど、うん、美味しかった、うんうん、甘くもなく辛くもなくね、はい、もうカニのだしが染みてよく美味しいみたいな。あとな、これな、はい、普通な、はい、あの大きい鍋でみんなで食べるやん、うんうんうん、これをあえて一人ずつしてみて、はい、あ、そうですね、うん、うんうん、これどうな、めっちゃ食べやすい、食べやすい、このシステムは。あ、はい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 、あのあんまりね、でかい鍋でつついて食べると、うん、どうしてもなんか遠慮とかね、遠慮もあるし、最後のカニ食いにくいとか、うん、肉がな、はい、いらんこと考えるやんか、まあね、肉ばっかり今日なとか、はい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 、はい、まあ、そういう意味で、はい、いいかなと思って一人鍋にしてみたけど、うん、まあ、潔癖ではないですよ、ね、まあ、そうじゃないけど片付けが大変そうかなと思いましたけど。ああ確かにな、うん、はいはいはい、まあまあ惜しかった、もう、はい、90点以上かな、92点としようかな、ちょっとマイナスの持ちないけど100点じゃないような、以上かな、今日は、今日のお鍋は92点ということで。92点、どうどう、いや、まあそんなもんやな、ちょっと高いなと思うんだけど、まあまあまあ満足度から言うたら、はいはいはい、あれなもんかな、うん、僕も92点ぐらいあると思いますよ、はいはいはい、僕だけちょっと食べてるもん違いますけど、カニ食わへんって何ないしな、はい、焼きガニだって、焼きガニ、あ、焼きガニ食べてない、食べてない、食べてない、あ、食べてない、リチル、あ、美味しかった、うん、俺は焼きガニの方が好きやね、あ、僕も好き、焼きガニ、うんうんうん、はいはい、なるほどね。あと今日野外飯に、うん、初アルクとサリーが、うんうん、そうそう、来たということでずっと後ろ向いてますけど不安ねんな、知らんとか言ったらな、ね、まあ、ちょっとずつね、僕はあんまり面識ないね、面識なんて大丈夫大丈夫、はい、ちょっとずつね、慣れたらいいですよね、そうやね、はい、まだビビってるけどちょっと怖がってるんかね、覚えろ覚えろ、ね、リッチ大ちゃん、こうやって作ったんけどね、あ、すいませんすいません、こうやって作ってくれてね、そうだけどじゃあ今回お鍋は92点ということで、いうことで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。